どうもこちらです。本日はですね、群馬県に向かっております。群馬県はね、以前草津温泉に行ったきりなんですけれども、2回目の到来でございます。今日行くのは、四万温泉です。皆さん、四万温泉行ったことありますか？私はね、初めて行くんですけども、源泉が42個くらいあるね、有名な温泉地となっております。ジブリのね、千と千尋の神隠しの、なんか舞台になったんじゃないかとも言われている温泉地でございます。そんな温泉地でね、今回どんな映像が撮れるのでしょうか。今、車で向かっているんですけどもね、絶景の紅葉と青空でございます。ご覧ください。こんなね、綺麗な青空なんですよ。もう、いい景色しか撮れなさそうです。すごい綺麗。YouTube にはね、載せれないものをファンクラブの方にて載せております。YouTube ではできない。もう、で入っている動画をそちらで公開しますので、ぜひ見てください。それでは、四万温泉に向かいましょう。ということで到着しました。こちらですね、Pステーションでございます。前回草津に来た時もね、ここに寄ったんですけども、今日も1000円でジャグラーチャレンジしていきたいと思います。行ってきます。1000円チャレンジしていきたいと思います。今回は当たるのでしょうか。前回は全然ペカらなかったんで、行きたいですね。今日もね、残念ながら当たりませんでした。今からちゃんと四万温泉に向かいますからね。行きますよ。あ、開かない。はい、ということでね、今日到着しました。四万グランドホテルでございます。ここロビーになっていて、めちゃめちゃ広いです。綺麗ですよね。特別室になっております。お部屋もね、見た限り本当に広いんですけれども、特別、何が特別かってお風呂です。ここはお風呂がついてあります。こっちですかね、お風呂。ここ脱衣所でお風呂、お風呂、え、なんか私の前の家のお風呂みたいな感じなんだけど、なわけないないですかね。こんなに特別室って言わないですからね。こっちですよ。こっちがね、特別なお風呂でございます。ご覧ください。まだ溜まってないの。ちょっとこう、お客様の方で溜めるシステムらしいですね。ちょっと溜まるまで時間がかかるみたいです。で、ここはね、半露天風呂になっておりまして、ここから外の景色が眺められます。この特別室のお風呂さ、思ったより広くない？普通に2、3人とか余裕で入れそうなね、お風呂ですね。この後はね、6時半からご飯を食べまして、9時に貸し切り温泉を予約してますので、そっちに入って、こっちにも入ろうと思います。YouTube にはないカットをファンクラブのファンティアの方にも載せますので、ぜひ見てください。今ね、ちょっとお外に出たんですけど、今泊まってるのがね、こちらですね。まだね、この四万温泉全然回りてなくて、ついさっきね、もう到着してホテルにチェックインしちゃったんで、周りに何があるか全く分かんないんですよ。で、一応明日も四万温泉の別の温泉に泊まるので、その時に観光しようかなと思うんですけれども、ちょっとね、夜の街をね、散策してみます。で、何これ、灯籠です。なんかいいね、ちょっと明かりがね、綺麗ですね、この辺りは。
て、すごい綺麗だよ。明るっ。すごいね、ここめっちゃ輝いてる。どこに何があるのか分からないけど、この竹に電球が作られております。この紅葉とこのライトアップのね、コラボレーションが本当に幻想的。でもなんかすごいさ、カサ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 音がして、ちょっと怖いかもしれない。一人じゃ来れないね。時間です。これ名物のもつ煮ですね。美味しそう。いただきます。うん、柔らか。美味しい。ちょっとバイキング製になってまして、これとあとこれはあとお作りね。これは最初からついてくるんですけど、その他は後ろの方に、ね、バイキングとなっております。なんか一人鍋とかね、いろいろあったんですよ。私もこれ取ってきました。今日はね、四万温泉に来ましたけれども、明日もね、四万温泉に行くんです。行くっていうか、まあ、近くのね、別の旅館に泊まるんですけど、これからはこのご飯を食べて、あとお部屋に戻ってね、温泉に入って、貸し切り温泉も予約してるので、どっちにも入りたいと思います。温泉はどんな具合なんでしょうか。ではご飯をゆっくりいただきたいと思います。微妙らしいです。ではね、貸し切り温泉の時間が来ましたので、今日入るのがこちらのね、一の湯の音というところになります。新しくできたばかりのね、新しい貸し切り温泉だそうです。おお、わ、新しい感じ。なんかヒノキの香りがする。こちらがね、脱衣所になっていて、ここもね、すっごいおしゃれ、なんかマンションとかホテルとかにありそうな感じのね、綺麗な黒い脱衣所になっております。で、向こう側が温泉でございますね。ご飯をね、たんまり食べたので、ちょっとお腹苦しいんですけど、スケスケですね。ああ、準備完了いたしました。それでは入っていきましょう。ほら、すごいね、もう新しさを感じますね。この辺とかね、めちゃめちゃ木ですね。よくある木製の家具みたいな感じで、すごい毛皮とかね。ここのつなぎ目、なんかよくあるお弁当箱みたいな感じで、これ木を曲げて作ってるんですかね。お弁当箱みたいなお店です。癒されるっていうのは
強いわけではないお湯らしいです。それではね、早速こちらの新しい洗い場のご紹介をしたいと思います。もう全部黒いですね。見てください、見てこのシャワーすごくない？真っ黒、真っ黒のシャワーなんてなかなかないですからね。ちょっと出してみます。今からですね、客室の温泉に入りたいと思います。それではお着替えタイムです。こちらはね、限定でファンクラブでしかお見せできませんので、ぜひ見てください。だいぶちょっと暗いんですけど、カメラだとまだいくらか映ってますかね。すごい暗い。お見えになられています。いや、今日はね、この島グランドホテルだったんですけれども、明日はね、また別の島温泉に行きますよ。そこがね、なんと千と千尋の神隠しのモデルになったんじゃないかと言われているね、有名な温泉となっておりますので、ぜひね、次の動画をご覧ください。